動して過ごしてきましたが、2015年熊本県はスポーツでね大いに盛り上がったんですよ。なんといってもやっぱりラグビー、ラグビーじゃないのかななんて思います。ということで熊本はこの衣装で登場ですよ。日本代表は優勝候補である南アフリカに勝利するなど歴史的快進撃を見せて日本中がね熱狂しましたよね。私も並びに皆さんも感動したかと思います。そして2019年にはラグビーワールドカップが日本にやってまいります。そしてその開催地としてここ福岡、さらには熊本が選ばれています。これからラグビーから目が離せませんね。背中もかっこいい。やっとる。あれ、ボール、忘れてきた。ほら、最初から持ってきて。山梨を本拠地とする女子ハンドボールの強豪チームオムロンがあるんですけど、2019年には女子ハンドボール世界選手権大会が熊本で開催されるということもあり、さらにハンドボールへの注目度がぐぐと高まってきています。おーナイスパース。オムロンも先日名古屋で、いや当たり前やろ、届くわけなかでしょ。名古屋やるからね。惜しいね。猫ちゃんも自由だ。さあ、くまモンも先日名古屋で行われたシンボルマークの表彰式に参加したんですよね。でこのボールをいただいてきたということで、愛がかっこいいですね。武者よか2019年がまたさらに楽しみ。うわー、勝ち取り、ゲーム